ちーちゃん。ちーちゃん。皆さんこんにちは、コールミーです。ここからはティーブルのステージ楽しんでいってください。まずは、私たちコールミーが歌うベトナムの曲ボンボンバンバンを歌わせていただきます。よかったら皆さん一緒にクラップお願いします。よろしくお願いします。この3組テーブルはですね、音楽
ブルーというもので、日越文化交流を行わせていただいてるんですが、今までも旧正月を祝うテトという、イベントであったり、ホイアンという街で開催されているホイアン日本祭りというイベントがあるんですが、そのステージで歌わせていただいたり、様々なもので、音楽だったりこういうステージのパフォーマンスで、日本とベトナムをつなぐ架け橋となれるように活動しています。はい、そしてですね、そのティーブルーという私たちのグループ名の由来が、 私が作曲した青という楽曲があるんですけど、その青を使ってティーブルーというチーム名となっております。はい、そうなんですよね。こういうイベントも本当に久しぶりで、ちょっとね、コロナウイルスの関係だったり、ベトナムはね、中部で大きい台風があったりなど、いろいろありますが、今日はですね、このベトナムフェスティバルのタイトル、アジアの心は一つということで、音楽を通して皆さんと心でつながっていこうと思っております。よろしくお願いします。 すごい人いっぱい、なんかね、びっくりした。やっとフェスができるようになってすごい嬉しいです。ありがとうございます。お天気もやばい。いや、本当それですよね。ちょっとやめてくださいよ。いじらないで私を。いや、良かったですよね。 上に上げてクラップ、お願いします。一緒にクラップクラップクラップ。
ありがとうございます。続いては上野優香ちゃんです。ちんちゃん。皆さんこんにちは、歌手の上野優香です。改めてよろしくお願いします。すごい、こんなにたくさんの方に見ていただけて、久しぶりにこうやって人前で歌うことができているんですけれども、先ほども MC で言わせていただいたように、私は本屋の観光親善大使をさせていただいております。初めて行った海外がベトナムで、そのベトナムからいろんなことを学んで、より音楽のことが好きになったし、音楽でたくさんの人とつながることができるんだなという、そんな気持ちを学ばせていただきました。現地でも、その本や日本祭りでも、そして日本でも、ベトナム語で歌っている曲があるんですが、私のオリジナルの曲なんですけれども、今日は日本語とそしてベトナム語を混ぜてお届けしたいなと思います。聴いてください。好きな人。好きな人はあなただ。Thank you.
続いては曽根幸恵さんのステージです。
私たち T ブルーのステージ次の曲で最後になりますが楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます、では私たちのチーム名の由来にもなった青という楽曲を最後に歌わせていただきたいと思います。この曲は今日も見えてます、青い空、そして青い海、地球の色ですね。そんな広い世界のことを思って書いた曲なんですけど、やっぱ今ねこういうご時世になってしまって本当に地球って世界って全部つながってるんだなって嫌でも思ってしまうこともあるけど、でもそれってつながってるからこそ自分だけじゃなくて自分以外の人を大切にしなきゃいけないんだって、そんな風にみんなが思ってる素敵なことでもあるなって思っています。だから私たちはつながってるってこと、一つになれるってこと、そんな平和を願って書いた曲です。最後に T ブルーのメンバーみんなと一緒に歌いたいと思いますので拍手で迎えてください。同じこの海で
愛をしているから